今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル源の呼び方を紹介するよ。スペックは 1.5 コス武力6でありながら特技技巧を持っとるよ。代償として知力1やけど、工場機械の少ない騎馬やからあまり気にならなかったよ。計略は指揮後で、戦場の味方がランダムで一部隊撤退し、武力プラス8乱戦速度上昇、効果時間は約6C、乱戦速度は早めで、武力6特技持ちが持つ計略としては上出来やと思ったよ。この試合では相手が火炎号令知力1を2枚採用しとる。こっちのデッキではまともに万全の状態で撃たれたらどうしようもないから、なるべく崩し気味の立ち回りで戦うようにするよ。ここまでか。体勢を立て直す。攻勢に転じる。敵陣はどっちだ。流派発動。一の方主に逆らい敵を斬る。打ち抜け、打ち抜け。最後までホイラと一緒に戦ってくれ。打ち抜け。突撃。打ち抜け。ぬわぎゃ。打ち抜け。立て直す。流派発動。3の方打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。流派発動。身の方打ち抜け。武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。この計略の欠点として、指揮後の超絶強化なのに、超絶の BGM が流れないのが、ちょっと寂しいかな。個人的には、ここは今後修正してほしいところ。私が倒れて落ち抜け。父上、今そちらへ。放て。死ね。
護を頼む。死ね。予備の兵力を使います。死ね。うっきゃー。最後までオイラと一緒に戦ってくれ。武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。ヌワギハー突撃。切られる時が来たか。うっきゃー。孫悟の天下を我が手で掴まる。天地解放。この奥義は想定外。火炎状態で城にたどり着かれるとこのデッキや時追加の城門をこじ開けよ。流派発動。二の方。その程度の攻撃びくともせぬわ。貴様。天気解放。攻勢に転じる。私が倒れては。ほら行くぜ。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。ここまでか。というわけで1試合目やったよ。今回は2試合やるよ。せよ。突撃。これはやらかし。
よろしい。お互いやらかしたから大丈夫やったわ。突撃。天命尽きるか。六門戦は勇気の証。六門戦は勇気の証。流派発動。一の型。主に三代敵を斬る。やれ突撃。バカにするな。打ち抜け。面白き戦である。前期解放。血連れにしてくれる。息子を頼む。死ぬ。突撃。突撃。突撃。うわぎゃ。突撃。親父、すまない。切られる時が来たか。公正に転じる。六門戦は勇気の証。敵陣はどっちだ。六門戦は勇気の証。体勢を立て直す。武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。息子を頼む。報復の時。面白き戦である。やれ。バカにするな。流派発動。一の型。流派発動。三の型。攻勢に転じる。突撃。立ちふさがる奴は全員ぶっ壊せ。貴様。突撃。突撃。うわぎゃ。愚か者どもが消えよ。
上。バカ！そちらへ。親父、すまない。天命尽きるか。前期切られる時が来たか。息子を頼む。道を開け。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。六門戦は勇気の証。父上、今そちらへ。面白き戦であった。ご視聴ありがとうございました。